吉野さん、うぐいスパン食べて30万を売り上げた男でございますまあね友達よりお客さん家族よりお客さんあの家族は商品を買ってくれません友達も商品を買ってくれることはあんまりないです逆に友達には飯をおごるときがあります家族には奢られっぱおごりっぱなしですね でも、その原資ってのはどっから来るのかなと。お客さんですよね。自分の全身全霊を込めた商品をお金で評価してくれるのはお客さん。そんなことしたことじゃないと。あんたの持ってるお金をよこしなさい。これが家族。これは一体、これは一体、どういうことでしょうか。